オルソン、おはよう。オルソン、おはよう。どうしてこれ食べたりしないの？違うメーカーだと食べられないのかな？だってドイツ行けないんだよ、オルソン。でもね、アマゾンで売ってたって。アマゾンで売ってたって。パパが日曜日になったらね、注文してくれるから。それまでこれ食べてよ。こっちすっごい高かったんだよ、オルソン。どうして食べ食べしないの？嫌なの？嫌なの？食べ食べしてよ、これ。嫌なの？こっちはお尻に敷いてるし。嫌になっちゃうの？オルソン。嫌なの？嫌なの？これは食べたくないの？はい、わかったよ。オルソン、待って、これ食べ食べしてないよ。いらないの？これも嫌いなの、オルソン。ないないの、これも。これ嫌もん。これだよ。同じだよ、オルソン。牛さんと鶏肉さんが入ってるんだよ。同じでしょ、オルソン。同じ。なんでママとこ持ってきたの？おいしょ。ほら。はい、食べ食べして、ほら。嫌なの？嫌もんな、これは。これは食べ食べしたくないの、オルソン。じゃあいいよ。食べなくていいよ。食べ食べしたくないの？オルソンはじーっとパパのお仕事が終わるのを待ってますね。いい子で待ってるもんね。もうすぐご飯だもんね、オルソン。まだかな、パパが上に残ってこないかなって待ってるんだもんね、オルソン。まだよ。音聞くの？ここから音聞くのよね。まだかな、お腹すいたのは。やっとひよこ豆をお肉と一緒に入れました。ひよこ豆は食べられるんですけど、かぼちゃは今まで食べたことがないので、食べられるかどうかちょっと心配です。だったの？片お肉はお父さんここで食べるんだもんね。はい、それで食べよ。おいで。お父さんお食事よ。早くおいで。はい。ちょっと骨が入ってるところがあったかもしれない。はい、召し上がれ。おいしい。はい。はい、どうぞ。はい。食べていいよ。食べられるかな？かぼちゃさん甘くて美味しいでしょ。美味しい。大丈夫、食べられた。あ、よかったよかった。いつもじゃがいもばっかりだからと思って。私ね、牛肉硬いの買ってきた。筋とかがあるの。だからだと、この子のために。何してるの、オルソンは。なんか挟まってない？挟まってるけど大丈夫？これ自分で挟まってきた。自分で挟まっちゃったの。それがいいの。パパにペットしてるんだ。そっかそっか。今日はパパお仕事忙しいからね、ペットしてなさい。じゃあね。今日はママとお散歩ね。
今もう工事してるからさ。はい、一個ずつ一個ね。はい、階段怖怖。ちょっと待っててね。はい、おに、おんでしていいよ。はい、ママとこしたよ。もう折り込んで、引っ張らないでね。はい、おんでできたよ。行こうかなって考えてるの。もうパリの方がお休みになったから人が出てきたね。こっちにする？どうする？どっち行きたいの？おじさん考えるの。うん、誰もいないね、お友達ね。さあ、それじゃ行こうか。おじさん、今日は橋渡らないで、まっすぐこっちの道行こう。ゴミ捨て場の方ね。行かないよ。はい、おじこさん。なんであちこちフラフラするの。お家で歩いてちょうだい、きっと。バッチ、ワンちゃんのいっぱいあるよ。こっちの道汚かったかも、もしかしたら。いやーねー、おじこさん。うん、道気をつけてよ。おじさん、わかった。バチバチないないよね。お返事は、お返事は、はい、わかった。おじさん、たくさん車の通る道通っちゃって、こわこわだったね。ブーブーこわこわだったね。いやもんね。はい、急げ急げ。はい、急げ急げ。はい、お利口さん、綺麗なとこ行こうね。いやだもんね。ブブ、怖怖。はい、こいで。はい、もうここだったら大丈夫かな。ね、怖怖だったね、おじさん。大きなトラックがいっぱい来たもんね。そんなもんよ。まだ行ってる？ブブ、ダメよ、そっち行ったら怖いよ、おじさん。のんの、はい、まっすぐ、こっちこっち。ダメ。おるさん、お肉少なかったでしょ。それで嫌なものばっかり食べてたから、今日は最後に美味しいもの。お手、おかわり。どうぞ、召し上がれ。すごいね、大きいよ、お肉も。それいっぱいついてると思ったから。